こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、ときめきのお話をしたいと思っています。ときめきの方ですね。本の方もね、たくさん、購入していただいて本当にありがとうございました。もうすごい大反響いただいてとても嬉しく思っています。ありがとうございます。で、今日のときめきなんですけど、ときめきっていう感覚が、すごい感覚だなと思って、でね、すごい分かりやすいので、それをちょっと説明したいと思っています。で、まず、ちょっとこの感覚を探してたんですね。ときめきの感覚みたいなところで、なんでこれを探してたっていうかっていうと、なんか願望を投げるときとかってなんかね、めんどくさいんですよ、願望を投げるのが。なんかね、波動整えてて、ある程度うまくいってて、なんか心地いいし楽しいから、なんかもうね、現状維持っていうか満足しちゃうんですね、結構。で、いろいろうまく回るんだけど、やっぱこっから願望を出していくのが私たちだから、願望を出していく、やっぱ周波数とか、そのなんかやる気みたいなところで、でもなんかね、めんどくさいなと思う。なんか地球めんどくさいなっていうか、このさ、願望出すのめんどくさいなと思ってたんですね。で、その時に、だけどやっぱ出していかないとそうなっていかないから、なんか無理やりこう、そのさ、ワクワクとかノート書いたりとか、そういう周波数にしていくっていうのもいいんだけど、なんかめんどくさいんですよ、いろいろ。多分そういう方多いんじゃないかと思うから。で、そこにときめきを入れていくと、多分すごいスムーズに、そのね、願望を出す時の周波数になるんじゃないかっていうことと、あと自分の好きな選択とか、自分の選択をしていくとか、心地いい選択していくっていうことをお伝えしてると思うんだけど、そこの中でもより研ぎ澄まされた自分の感覚になるんじゃないかと思うんですね。で、ときめきっていうのは、まあどういう感覚かっていうのは、テンション上がるやつみたいな、なんかどれにときめくかっていうことなんですね。で、例えば、私ね、洋服が好きで、このね、こういう色合い見るとすごいときめくんですよ。ワクワクするっていうか、なんかね、すごいワクッとする、なんかキュンってする感じ、ときめく。で、こういうの見るとなんかすごい自分の周波数がガッて上がるんですね、ときめくから。だからこういうものをこう自分で、このセミの服でもいいんだけど、とにかくこう選択していったり、こういうものを日常に増やしていくってことですね。好きなもの、安心リラックスとかホッとするをやっていると、ある程度本当にうまく回るんですよ。もう自然にうまく回る流れなんだけど、こっからね、私たちがやっぱ願望を出していくんですね。こういう風にしたいとか、ああしたいとかっていう時に、なんかね、それ無理やり感があってちょっと嫌だなと思ってたんだけど、ときめきをここに入れていくと、日常の中にね、そうすると、ほら、要はさ、可愛い、これ自分がテンション上がる服なわけだから、このセミでね、私にとってはこれなんですね。好きだから、で、ときめくから、そうするとこの、ね、楽しいから、願望出す時とかもすごいスムーズにガッと入れるんですよね。なんか合うっていうのかな、周波数が。だからここをね、使って、ときめきを使っていくといいんじゃないかなと思ったんですね。で、ときめきって、日常の中での使い方としては、もっと使っていくといいなと思ってて、例えば今日朝ごはんを、ご飯作る時もさ、いつもマンネリ化してて、朝は、パンと目玉焼きと野菜みたいな、なんかうちの定番なんですけど、ときめかないよね。なんかまあでも作るみたいな感じで、まあ好きで作ってるみたいな感じなんだけど、その時にときめきを入れていくと、すごいね、そのね、朝ごはんがワクワクしていくんですね。ときめく朝ごはんっていうか、何食べたいかなっていうところを見てもいいと思うんだけど、ここにときめき、どこにときめくかって思った時に、私は何、いろいろ自分でね、これはときめくかみたいな感じで見てた時に、焼きおにぎりにときめいたんですよね。焼きおにぎりとか春雨とか今好きなんだけど、焼きおにぎりってなんかワクワクしたんですね。だから今日焼きおにぎりとスープなんですけど、ミネストローレにね、スープにしようかな。わかんないけど、ときめくな、これはな。だ、焼きおにぎりとミネストローネスープならときめくから、それにしようとかって感じで、そうするとなんかほら、ワクワクしながら自分も作れるし、で、食べる人たちも楽しいと思うし、その自分のさ、ときめきの感覚で行動することによって、すごい楽しいと思うんですね。で、だからこういう感じで、ときめくものを選択していく、あとときめき
ところをやっていくっていうのかな。よくさ、ほら好きなことをやるとかさ、あの自分が何が好きか分かんないっていう方がいると思う、いたりとかね、あの波動を整えていて、波動を整えるってことはさ、自分のある程度その心地いいものを選択してるから、で心地いいものの中でもこうやっぱりさ、選択が出てくるじゃない、これからどうやってやっていくかとかっていう時に、どこにときめくか、どうなったら自分自身がこうときめくかっていうところを見ていくと、あのすごい選択しやすいと思うんですよ。研ぎ澄まされてくるっていうの、エネルギーとしてすごい研ぎ澄ましがあるなと思ってて、でときめきに関しては、あのこれね、あのなんだっけ、こんまりさんっていう、あの断捨離の、うん、ときめく魔法だったっけ、ちょっと忘れちゃったけど、とにかくその断捨離ですよね、自分がこう洋服とかでいらないものとかどれがいいかみたいな、あのこの間断捨離してた時にどれにときめくかっていう風に断捨離した時に、もう全然ときめかないですよ、ほとんどのことがだから全部ガンガン捨てられて、あのそれで終わったんですけど、なんかもう断捨離がしやすいし、この自分の意識の感覚としてすごい研ぎ澄まされるってことなんですね。研ぎ澄ましがすごいから、なんか洗練されてきて、これっていうのを本当に気持ちよく、それでファってこう動けるんですよ。そのときめくものって、自分が好きなこと、好きっていう言葉よりももっと強烈な感じがするんですよね。で、類義語でもときめくっていう言葉ってさ、なんかちょっとなんか女の人とかは結構分かりやすかったですかなと思うんだけど、男の人でちょっととか、あのときめくっていう言葉が分かりづらい人いるかもしれないので、どういう感覚かっていうのは、いや、まあ、ワクワクとかなんじゃないかと思うんですね。あとでもワクワクってちょっと分かりづらいから、やっぱときめきかなと思うね。で類似語を見た時に幸せとか喜びってなってたんだけど、幸せとか喜びよりももっと洗練されてるんですよ、感覚として。であと書いてあったのは心躍るとか、なんだっけな、心躍るだったっけな、うん、そんな感じだったかな。だからワクワクとか、うん、そういう感じだと思うんですけど、もうちょっとやっぱ洗練された感覚、あとは洗練された、選択ができるってことなんですね。そうで、この感覚って、あの、なんていうの、自分がさ、いろいろうまくいってた時ってときめいてたんですよ、いろんなところに。でこれ何を、なんでこれ思い出したかっていうと、私やっぱ洋服が好きなんですね。洋服が好きだったんですよ、10代の時からずっと好きで、あの古着とか、あの色が好きな、色とか、あの組み合わせとかを見るとすごいときめいてワクワクして、でやっぱりこの10代とか20代とか、まあ、自分がうまくいってた時っていうのはもうさ、当たり前のようにそういうものを選択して、そういうことが日常にいっぱいあって、なんかいろいろごちゃごちゃ考えてなかったんですよね。だから皆さんも多分こういろいろうまくいってた時はときめいていたものをいっぱい選択してたから、いろいろうまく回ってたと思うんですね。でその時に自然に願望とか投げてたんですよね。あ、こういうのやってみたいとか、ああいう人に会いたいとかっていう感じで、あの自分がスッと行動したり、こういう願望も自然に投げてたから、いろんなことが叶ってたんだと思うんだけど、なんかほらごちゃごちゃ考えるように、なんかうまくいかないことが出てきて、そっからごちゃごちゃ考えるようになって、この感覚忘れちゃってるんだけど、なんかときめくものを選択していくと、子どもの頃のように戻っていくっていうのかな。あ、この感覚あったあったみたいになるから、あのときめきをね、やっぱ選択していくっていう、あとそのときめくものを日常にどんどん取り入れていくっていう風にしていくと、すごいこう動きやすいんじゃないかなと思って、で私これね、ちょっと探してたんですよ、この感覚を。だからこんまりさんサンキューって感じで、ときめきっていう言葉がいいかな。うん、でも洗練されてる、なんかときめき、どれにときめくかで、皆さんだから、コメント欄に何にときめくかっていうのをね、ちょっと書いていただきたい。こういういっぱい書いていただいてもいいと思うんだけど、そうするとすごいね、参考になると思うんですね。私の中だと、新世紀科学とかときめくんですね。あとこういう色とか、あとその例えば本だとするとさ、なんていうの、ビジネスの本 と、宇宙の本とスピーチュアルの本といろんな本があるとするんじゃん。その中でどれが一番ときめくかっていうと、宇宙のことなんですね、私が好きなのが。だから宇宙の、やっぱ宇宙のことをいろんなことにこう、何、あの落とし込んでやるっていうのがやりたいことなんだなって自分が分かるんだけど、なんかよりこう、なんて、明確にある自分自身のときめきっていうのはすごくこう、
洗練されたエネルギーだからときめかないんですよ。他のことにはときめかないから、あの自分のことをよくわかる、ああ私で昔のことを思い出すっていうか、ああ私この感覚持ってたなっていうのを思い出すようになるんじゃないかと思うので、ときめきをどんどんね、あの使っていくといいんじゃないかなと思ってます。ここなんかいいぞ、この感覚で日常にねいっぱい取り入れていくといいと思うし、仕事とかにも取り入れていくといいと思うのね、ときめきを。例えば仕事だとすると、あのこれと今日何の作業やろうかなと思った時、どれやりたいかなと思った時、あインスタ上げたいとか思ったら、インスタにときめいたらね、そっちの方わーってやって、インスタの中でもこれをなんかこういうこと書きたいとか、この綺麗な写真にときめくとかだったら写真やるとかでもいいと思うし、あと仕事のことでね、これとこれどっちがいいかな、まあ、仕事だけじゃなくてもいいと思うんだけど、どっちにときめくかなっていう時に、ほらときめきっていうのを使わないで、どっちが好きかっていうとこっちとかっていう感覚って直感でパッてなったりするんだけど、ここにときめきを入れていくと、よりもうすごいはっきりとこっちっていうのがどっちにときめくかっていうことだから絶対わかるはずなんですよね。うん、絶対あの分かる感覚だと思うんですよ。だからこういう感じで、何仕事とかに使っていくといいと思うし、あとは仕事のやり方、仕事だとするとさ、仕事のやり方で、あの自分はどういうふうにやるとときめくか、どういう仕事の仕方をするとときめくかっていうところで、私は昨日ね、自分がときめく仕事の仕方はね、自動化っていうのが、自動化なんかね、あのこう一個一個自分がやってってもいいんだけど、なんか結構疲れちゃうし、あのなんていうの、のんびりしたいっていうのが結構あったりするから、でも自分がそういう中で何をときめくかっていうのに、自動化っていうのにすごいときめいたりですね、あ自動化でやっていきたいみたいなところがあるので、なんかそういうなんていうの、自分がやりたいやり方、ガツガツ仕事っていう中でもガツガツやりたいのか、それともなんか自動化でやりたいのか、それとももうちょっとなんか違うやり方でやりたいのかとか、1対1でやりたいのかとか、あの対面でやりたいのかとか、あのマッサージが好きなのかとか分かんないけど、なんかそういう感じで、とにかく自分がやりたいこととか好きなことがよりそこの中でもときめきを見ていくと研ぎ澄まされてくるんじゃないかと思いますので、そんな感じでやっていただくといいと思うんですね。あとは日常生活の中でちょっとね、いろいろ面白いなと思ってて、旦那さんに対してさの接し方とかで、あの見てて、あのときめく旦那さんに対してどこにときめくかなと思った時、やっぱ可愛いなみたいなとことか、優しいの、すっごい優しいから、そこにやっぱ自分がときめきを感じるので、そこを見るようになるじゃない。うん、この人に対してどこにときめくかなとか、どういう感覚が好きかなっていう感じで見ていくと、そうするとほら、あら探しばっかりさしそうだけど、どこにときめくかっていうとこを見ていくと、なんかあるんですよね、ポイントが。だそうすると楽しいし、すごい多分円満な関係になると思うし、あと自分のどこにときめくかとかでもいいと思うしね。うん、そうそう、そうすると、あとその何、日常生活でさ、ニュース見たりとか、ニュースにときめかないでしょ、ときめいてんのかなそれ、そういう人いるかもしれないけど、あの YouTube 見ててもどこにワクワクするか、どこにときめくかっていうのがさ、ポイントがあると思うのね。猫ちゃんにときめく方は猫ちゃんが本当好きなんだと思うし、あの私とかだとなんかやっぱあの海外とか大好きだから、そこにすごいときめきがあったりするのね。あの外国とか好きなので、そうだから住んでるのもあるんだけど、なんかそういう感じのポイントがさ、あこの感覚あったなとかっていうのを思い出していくんじゃないかと思いますので、ぜひね、あのときめきをあの選択していく、選択、あと自分のときめきポイントとか、あの日常生活の中でちょっとこのときめくものを増やしていくとかね、あと何かを選択するときとか、何かやるときに ときめきを感じながら、ときめきをこう、なんていうの、自分がどこにときめくかな、どうしたらときめくかなっていうことを、あの自問自答しながらやっていくとめっちゃ楽しいと思いますのでぜひやってみてください。で、行動しやすくなるんじゃないかなと、あと自分仕様にいろいろができるんじゃないかなってことですね。うん、だいたいときめかないですからはっきりしてるから、自分ってだいたいときめかないですよ。だから自分のオリジナル仕様の自分にやっぱより洗練されてなっていくんじゃないかと思うので、ときめきっていうものをね、ぜひ使ってみてください。はい、今日はときめきについてお話ししました。あのコメント欄のところにぜひね、ご自身のときめきポイント
を書いていただきたい。これに対してときめくとか、これにワクワクするとかっていうのを書いていただく。でこれやっぱ願望を投げるときとかのこのエネルギーってすごいパッションになるし、願望を投げるときとちょっと周波数が一緒なので、いやよりこう何願望を投げやすくなっていくと思いますのでね、ぜひぜひ願望なども投げながらときめきポイント皆さん教えていただけたら嬉しいです。ではでは。